ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、野村鼓動作銭形平次捕物控えより仇の娘。この作品は昭和29年1954年オール読み物3月号に掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章。ねえお前さん、女房のおしずはいつにもなく突き詰めた顔をして茶の間に入ってくるのでした。梅2月のある日、南がいっぱいに差す縁側に平次は日向タバコの煙のたなびく中に、相変わらず八五郎と腹にもたまらない無駄話のひとときを過ごしているのでした。恐ろしく真剣な顔をするじゃねえか。また俺の湯飲みでもあったんだろう。銭形平次は後ろを振り向きもせずにこんなことを言うのです。あれお前さん。おしずは途方に暮れて言いよどみました。察しのいいのは嬉しいが、いつでもこう先をくぐって勘の働く平次です。それとも勝手口へうるせえ押し売りでも来たというのか。そうじゃありませんよ。御匠の願いだから親分に会わせてくれという娘さんが来ましたが。姉さん、この娘というのは年はいくつ頃で綺麗ですか。八五郎は横合いから口を出します。バカだな、娘と聞くと目の色を変えて乗り出しやがる。48歳の雪遅れで陰惨化け師だったしには、女房の取り次ぎがあんなに弾むもんか。あれお前さん。おしずはもう一度同じセリフを繰り返して立ち去りもならず、そのまま居すくむのです。まあいい、会うも会わねえもあるもんか。殿様へお耳じゃあるねえし、ここへ通すんだ。分かってから来るようじゃどうせ若え娘だろうから、脅かして消しちゃならねえ。おしずは心得て立ち去ると、間もなく16、17の可愛らしいのを押し出すように連れてきました。紅嫌いの浮世絵の娘姿のように、それは地味ではあるが申し分なく可憐な好ましい姿でした。おどおどしているが、しもっぷくれの情熱的な顔立ち、木綿物の生地間に黒襟をかけて帯までが黒いのは気になりますが、開きかけた唇は妙に引きつって涙をかみしめたようないじらしさに震えるのです。どうしたんだ姉さん、大層な身辺事があるようだが打ち明けて話すがいい。おめえさんがここへ飛び込むのはよくよく思い詰めたことがあるんだろう。平次は静かに聞きました。娘の丸い肩がこらえしょうもなく震えるのを、おしずは後ろからそっと抱きしめるように手ぬぐいで涙を拭いてやりました。でもとっさんが殺されたんですもの。もう待ってくれ。おめえはどこの何という娘だ。やぶから棒にそいつは大変なことじゃねえか。平次も少し慌てました。こんな可愛らしい娘がいきなり飛び込んでくるさえ尋常でないのに、父親が殺されたというのは話が突拍子もなさすぎます。私はゆかり、父親は飯田町の中坂下の飾り屋大屋の三郎兵衛と申します。それが今朝私の手内職の仕立てを番長のお得意様に届けた後、戻ってみるととっさんが。娘は涙も拭き合えず子供のようにせぐり上げるのです。それからどうした。飯田町の金吉親分が大勢の古墳衆を連れてきて、お隣の雄三郎さんを縛っていってしまいました。雄三郎さんは随分父を恨んでいましたが、人を殺すような方じゃありません。どうぞ助けてやってください。うちの中は剣士が住んだばかりごった返していますが、私はその中からそっと抜け出してきました。お願いですから親分さん。小娘のゆかりはお参りでもするように平次の前に可愛らしい手を合わせるのです。その雄三郎というのは、あんまの柿の市さんの子で。ああ、あの桃黒三年の柿の市か。あんまは下手だが頑固でうるさくって鬼のような顔をした不気味な目黒じゃねえか。八五郎はそれを知っていたのです。第二章、平次と八五郎は
娘に案内させてすぐ飯田町に向かいました。中坂を半分降りた右手、ここは安御家人の屋敷と城下の間に挟まって、一角二角とびとびにわずかばかりの下田屋が軒を連ねております。その下田屋の中に油障子を開けるとすぐ仕事場になり、奥へ二間続く構えが飾り職田屋三郎兵衛の家でした。みちみち娘ゆかりの思い口をたぐって聞くと、元は中国筋の武家であったらしく、田屋三郎兵衛といういかめしい名は二本束さんだ時の名をそのまま清雄と小六で覚えた。アルバイトの飾りを浪人した後ののれんな田屋の三郎兵衛と名乗ったということでした。したがって表芸の武術も一通り、分けても槍は本人に言わせると名誉の腕前だったらしく、宙取りをすればそれでも立っていけるはずのを武家はもう嫌だと言い出し、器用で覚えた飾り職になり、不意ごと高根に暮らしを託して、近頃では妙に工面がいいと言われるほどになっていたのです。その田屋三郎兵衛の家へ着くと、町役人やら五人組近所の衆などが立て込んで、さっきから見えなくなったたった一人の家族、娘のゆかりがどこへ行ったかもわからず、入館も弔いの支度もできず、途方に暮れた顔を見合わせておりました。そこへ平次と八五郎が小娘のゆかりに案内されて乗り込んできたのです。おや、銭形の兄、明神下まで使いをやろうと思ったが、仕掛けもからくりもねえ殺しで、銭形の親分にも及ぶめえと下手人をあげてしまったよ。坂上の地震盤に預けてあるから一応会ってみるかい。雄三郎といってね、隣のあんまの子だが、青拍子の化け物みてえな野郎で、いやもう手応えのねえこと。四十男の飯田町の金吉は手柄顔にこう言うのでした。悪い男ではありませんが、手柄を急ぎすぎるのと物事を早飲み込みする悪い癖があります。そいつは大手柄だったね。今朝の殺しを昼前に縛るなどはなかなかできねえこった。証拠でもあったのか。証拠がありすぎたよ。飾り屋の娘のゆかりや急ぎの仕立て物を持って朝早く番町へ行ってしまい、父親の三郎兵衛は恐ろしい働き者で朝のうちから仕事を始めていたらしい。そこへ下手人がやってきて見ていたようだね。まあ見ていたようなものさ。仕事場の不意後のそばでボロ刃の獲物で背中から突かれてグーとも言わずに死んだらしい。顔見知りのもんでもなきゃ後ろへ回って背中を突かれるのを黙っているはずはねえ。その上殺された飾り屋の三郎兵衛は元は武家だったそうで、なかなかの腕自慢だったというよ。顔見知りのもんが話でも仕掛けながら後ろへ回って不意に殺したんだろう。飯田町の金吉は得意らしく話すのです。証拠はそれっきりか。いや、まだある。向こう隣のあんまのせがれの雄三郎が飾り屋へ入ったのを見た者が町内だけでも3人はいるんだ。向こうのろうそく屋のおかみさんと飾り屋の後ろといっても本当は壁隣の谷五郎と、それから三軒先の豆腐屋の小娘だ。入ったのを見たが帰ったのを見た者がねえというのも変だろう。それから間もなく飾り屋の娘のゆかりがお机から帰って父親の死骸を見つけ大騒ぎになったんだよ。本人は白状でもしたのか。知らぬ存ぜんさ。飾り屋のおじさんのところを覗いたのは運賃の直しを頼んでおいたんで、それができたかどうか聞くためだったというが、あんまの子が杖とか笛を直させるならわかるが文鎮は変だろう。その時までは三郎兵衛は機嫌のいい元気な様子であったというが、背中に人たち突き刺されて口も聞けなかったほどだから文句を言わなかったに違えねえ。飾り屋の三郎兵衛とあんまの柿の市とは恐ろしく仲が悪く、柿の市のせがれも決していいお客じゃなかったわけさ。それに雄三郎は飾り屋の娘のゆかりに気があって父親の三郎兵衛にひどく嫌がられていたというし、この上三郎兵衛を殺した刃物さえ見つかれば文句はねえが、向こう三軒両隣天井裏から床下まで探したがどこにも見当たらねえのさ。
この話が弾んで自分の噂が出ると、娘のゆかりはこそこそと自分の家へ入ってしまいました。ともかくも仏様を拝んでからとしようか。平次はいい加減に切り上げて飾り屋の家へ入りました。